終わって夏休みも残り少なくなってきました。高校生の皆さん、宿題は大丈夫ですか？ナナです。宿題は計画的にこなしていた良い子のみずきです。私だって宿題はきちんとやってましたよ。だからナナちゃんも良い子です。ありがとう。ということで、今回は同時配信している海たまごのクリップにちなんで、大分マリンパレス水族館海たまごのトリビアです。海たまごになったのは2004年なんだけど、水族館としての歴史は1964年からで、2014年に50周年を迎えてるのよね。昭和40年、1965年には日本一の収穫を誇っていて、2011年には来週紹介するつくみイルカ島も設立しているの。創立者の上田保さんは大分市長として、当時農作物を荒らす厄介者だった高崎山の猿の餌付けに成功して、1953年に高崎山自然動物園を作って、開園10周年に市長を引退して、2年後に画期的だった回遊水槽を備えた水族館を立ち上げたの。水槽の中に海みたいな潮の流れを作ったのよね。そして魚が運動不足にならないように、思いのままにスピードを出せるようにして、魚の知能や習性をありのままに観察できる施設を目指したの。だから海たまごは今でも研究機関なのよね。マダライルカ輸送時の低体温症治療についてを発表したり、大野川水系奥岳川の魚類採集記録を報告書にまとめたりしてる。働いている人の多くが研究員なんだよね。そうです。そして何と言っても見どころは、水量1250トンの大回遊水槽。サメやエイが泳いでるところね。90種類1500尾の魚たちが暮らしています。アクアラングに身を包んだお姉さんが餌付けをするイベントでは、魚たちの食事の様子を解説付きでご覧いただけます。この水槽に潮の流れが再現されているのよね。水槽の中心に島が作ってあって、その周りを海水がぐるぐる流れるようになってます。この形を世界で初めて作ったのがこの水族館です。人工の明かりの下でサンゴの繁殖に成功したのも日本で初めてだったんでしょ。そう、大分の県南で生息しているサンゴを同じ水域で生息している魚たちと一緒に見ることができます。大きなナポレオンフィッシュは人気者です。照明を工夫したアートコーナーもあるのよね。銀色に輝く鱗を持ったメタリックな魚たちの輝きや、透明感あふれるクラゲたちの揺らめきをふさわしい照明で楽しむことができるアートコーナーも充実。実際の海の生き物たちと触れ合えるのがタッチプール。別府湾に溶け込むように設置された水槽に、大分の海のさまざまな魚たちが泳いでいて、人手に触ったり匂いを嗅いだりすることができます。ビーチもできたんでしょ。白い砂で覆われたビーチでプールで泳ぎ回るイルカや、お散歩をするさまざまな生き物たちの自然のままの姿を観察することができます。アートな遊具もあって、子どもたちは大はしゃぎしています。サンゴ迷路や自由にお絵描きのできるセリーキャンパスね。天気が悪くてもお子様がはしゃげるキッズコーナーもあります。海の生き物をモチーフにした遊具がたくさんあるのよね。館内専用のベビーカーも貸し出ししてるし、授乳室もあるし、携帯電話を充電することもできます。ショーも充実してるのよね。長い牙のあるセイウチくんにおなじみのイルカジャンプ。実験ホールでは石台やハリセンボンの曲芸や電気ウナギの放電実験、鉄砲王が水を打ち出す様子を見ることもできるし、9時半から30分ごとにあちこちでパフォーマンスがあるので、1日たっぷり楽しめます。車で行きたいけど駐車場が心配。鉄道の駅はないけど、あちこちからバスで行けます。別府駅からなら15分、北浜のバス停からなら10分、大分駅だと25分かかっちゃうけど、西大分からなら20分。ちなみに大分駅からだと片道410円、子供は210円です。利用料金は高校生以上が2200円、小中学生が1100円、4歳以上の幼児が700円なんだけど、年間パスポートがそれぞれ4800円、2400円、1600円だから、1年に3回以上行く場合はパスポートの方がお得になります。誕生日から7日間はバースデー割引があって、期間限定だけど夕方6時からなら
夜間料金が設定されてます。ただし夜間はほとんどのショーがやっていないので気をつけてくださいね。20名からの団体割引もあります。年間パスポートには特典もあります。オープンショップ、オフィシャルミュージアムショップでのお買い物が 5% オフに。さらになんと来年の3月31日までつくみイルカ島の入場料金が無料になります。イルカ島の入場料が高校生以上870円だから、海卵に2回行ってイルカ島に1回行けば元が取れちゃう。海卵1回でイルカ島3回でもお得です。これは子供も幼児も一緒です。ということで今回はここまで。それでは皆さん、ごきげんよう。